こんにちは、谷口光俊です。今日は今求められているセラピストについてお話をしたいと思います。大きく分けて2つの方面からお話をしてみたいと思うんですけども、1つはですね、こういう雇用される立場っていうんですかね、このサロンさん、サロンとかまたそういう整体院とかですね、日本ボディケア学園は独立開業ですので、特にその求人っていうのは探してませんが、さまざまなところからですね、こううちの卒業生をご紹介くださいというご連絡をいただいて嬉しいんですが、まあ基本的にいや独立なので、就職なんかしなくていいよというのが私の考え方ですが、これを見てくださっている方はですね、そういう世界についてこうセラピストとか整体師の業界についても知りたいという方いらっしゃると思いますので、参考までここのお話をしたいと思います。もう一つはですね、まあ、我々のやっていますが、独立開業ですね、していく、まあ、その時求められている人材というんでしょうか、そういうセラピストについてのお話をまずしたいと思います。サロン整体院が今求めている人はどういう人かというと、きちっとやり方を守ってくれる人ですね。もう余計なことはあまりしないようにしてもらいたいということです。というのは募集のあるところというのはですね、まあ人がこう出入りが激しいところが募集されているわけですよ。だから入られたらすぐどんどん辞めていくということですね。まあ辞めていく大きな原因はですね、まあ給料が安いとかありますが、過酷な労働であるということですね。労働の割には給料が安い、だから辞めていくと、だから募集しているということはあります。それともう一つはですね、セラピストの方とか整体師の方とかこういうところに就職された場合ですね、まあ、そこでここでその研修とかされてて、そのやり方を教えてくれるというところもありますので、まあ、そこはもう言われた通りやるしかないんですけども、どこかで勉強した人が入った場合はですね、こう自分の勉強したものをこうやらせてくれないというところが結構ありますね。ここにはここのやり方があるので、今まで学んできたことはちょっと置いておいて、うちで学んだことをやりなさいというふうになることが多いわけです。だからそこにこう矛盾をやっぱり感じてしまうわけですね。まあここはされてることが悪いというわけではないんですけども、自分で習ってきたことをやらせてもらえないので、まあこうぐっとこう溜まってしまうということですね。うまくこうそこでですね、こう許容できればいいんですけども、許容範囲の中でできればいいんですけどね、やはりしっかり学んできたことを使いたいということは当然、どんな方も皆さんあると思いますので、まあそういうところでですね、うまくいかない場合多いですから、こういうところに就職されてですね、長くされていく場合は、ここにはやっぱりやり方があるということをですね、しっかりと理解するということです。そして、まあ、給料とか時間に関してですね、まあ優遇されているところは今そういうところでなかなか募集はないんじゃないかなというふうに思います。ほとんどが何か問題があるので募集されているわけですから、何か自分を我慢しないところがあるということを考えてやるということですね。そしてサロンや整体に勤められる場合は、そこに入ってですね、何をしたいのかということをご自身でしっかりと理解して入らないとかなり辛いかなと思います。将来は自分で独立開業するんだったら、その気持ちで入られたらいいと思いますし、可能だったら最初にここでですね、そういうお話をしてもいいかもしれないです。まあいずれ出ていくんですということだったら、こうじゃあ来ないでくださいということも多いかもしれませんけども、まあ、そのあたりはですね、まあ、最初に私は行った方が問題を起こらず行けるのかなというふうに考えています。ですので、こういうところの就職を考えていらっしゃる方はですね、自分のやってきたことをちょっと封印して、ここのやり方に応じたものをですね、教えてもらうことを、やってることをやらなければならないということを覚えておいてください。そして時間的にも金銭的にも現在はまだまだきついかなっていうところ、それを許容してですね、やっていく必要があるということを覚えておいてください。独立開業する場合、必要なスキルといいますか、求められているもの、お客様から求められていることは何なのかということなんですけど、当然、しっかりとした技術と知識を学んでいるということですね。それとですね、様々なこう相談を受けることになると思います。
体についてのこととかですね、もしかするとその日々の暮らしについてとか人生相談的なこともされる可能性があると思いますが、その時にですね、自分のやるべきことは何なのかということを明確にしなければならないんじゃないかなと私は思っています。私はウエストを補足するのが私の専門であり、その方の人生相談を聞くというのでは私の専門ではないというふうにですね、一体何を自分はやっているのかを考えていかないとですね、どんどんお客様のためというのはもちろんですよ。でもお客様のためだけにですね、何でもかんでもやるというふうになると、一体私は何のためにやっているのかと、何のために独立開業したのかということがぼやけてきてかなり辛くなってくることがあります。例えば当学院でしたら、どういうことを目標にしてやっていくのかというとですね、将来どう生きたいのかと、自分のライフスタイルを考えなさいと。朝から晩まで仕事したいのか、休みなくやりたいのか、それぐらいこの仕事が好きなのかということ、もしくはいやいや仕事も好きなんですけども、自分の時間も欲しいですし、夜は飲みに行きたいとか、時々は海外に行きたいとかですね、そういうようなことをしっかりと頭の中に入れてやってくださいよというふうに言います。だから最初からそういうライフスタイルができるような時間とかですね、そういうコース設定というのも必要になってくるわけですね。そして、自分がですね、その金額お金をいただく時のコース、自分が考えているコースは何なのかということ、それが結果、自分は何をやりたいのかというところから出てくるかと、思います。そしてその先ほどちょっとお話しましたが、人生相談ですね、どこまでその対応するのかということです。まあ、中途半端にですね、人の心のことに対してですね、アドバイスするというのは非常に難しいことですし、時にはそれを罪作りなことをしてしまうというところもあるので、気をつけていただきたいです。また心のことについてはですね、私は専門ではないのでお話しできませんが、そういうことまで対応したいと思うのであれば、しっかりと学ぶ必要が、しっかりとしたところで学ぶ必要があるのかなというふうに思います。私も自分でですね、整骨院やっていた時、ある大学のその心理学の先生が来られてたんですけどね、いろんなお客様からこういろんなさまざまな相談を受けるので、もう私の自分の経験ではそういうことアドバイスできないと、しっかりとそういう何か心理学みたいなものを学んだ方がいいんですかというふうにこうお聞きしたことがあるんですけども、その先生はですね、その先生がおっしゃってたのは、いやもう谷口先生はそういう体をですねケアすることができるので、心の痛みと体の痛みはつながっているので、体の痛みを軽減することによって心の痛みも軽減されてくるんですよ、そこに力を入れられたらどうですかというふうにアドバイスをいただきました。もしその言葉でですね、お客様のそのそういう相談者の方の心をケアするのはですね、しっかりと大学で基礎から学んでくださいというふうに教わりました。そうしないとですね、反対に自分が潰れてしまうこともありますよというようなことをアドバイスをいただきましたので、私はですね、それ以後体を元気にして心も元気になっていただくお手伝いをするというところ、それをまた生徒さんにもお話をしています。まあ、今回ちょっとこういう質問をねよく受けたりしますので、そういうことについてお話をしてみました。独立開業、就職する場合求められているセラピストとか生徒者はどういうことなのか、また独立開業する時はですね、どういうことがお客様から求められているのか、ちょっとこう立場が違ったかもしれませんけれども、参考にしていただければと思います。今回はここまでです。最後までご覧いただきありがとうございました。